第3球を投げました。ああ、仕方ない。やられた。え、バカー！お、ひどいですねー。さあやっていきましょう。大リーグ高校。はい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 。はいはい、間違いないでね。木の字が出てきました。間違いないでください。危ない危ない。今日はね、相手 C なんですよ。お、前回の夏の甲子園大会出場校だってよ。お、これ旗の水産でいいのかな？旗の水産ですね。ブックマンブラーボキャラクシー。あー、お、いいですねーのブラーボか。打てないしな、うん、ブックマン結構ヒント高いけどいつもヘイトするんだよ。ブックマンは前回見てないよね。前回みたい。全然あ、なんかそうだ、1、2回戦終わって3回戦なんで1回戦見たで、2回戦は走るにした。そろそろ甲子園のちょっとね行きたいなと思ってます。1年1年だからやっぱ3年だろうな。3年生でね、まあ、勝ち大事だから。おっとリバートン、リバートンがやばいな。乗り抜いだったじゃないか前日まで。二日酔いでしょうね。飲んじゃってるんですか。未成年って、ね、未成年ってコメントありましたよ。全然飲んじゃってますね。やっぱ外国人って結構ほら早いもん、ね、早い。17歳が飲むとこありますから。旗の水産大林高校外国人チームで日本の野球ぶー壊してやるぞ。 1、2 回戦は前評判 C、C ってきて実際は D、D で勝てました。前評判 C の旗のは意外性。これはなんかテクノがすごそうだね。模擬は模擬ショートって違うよね。さあ早速1点取られました。どうしましょう。いいところ持ってんな一番キャッチャー。お、いいところ持ってるな。強いね。合宿成功したなこのチームこいつだな。えい、ま、ね、えいえい、ゴロ模擬。鈴木ももしかして山野辺。鈴木って どの鈴木だ。俺が知ってる鈴木は足が超速い鈴木大地かな。あ、さあブックマン、ランダムブックマン。でもランダムが最近弱いんですよ。お任せよりも指示してくれってなっちゃったよこいつ監督任せになっちゃったよ。外れたボールちょっと任せられなくなっちゃったね。自由なやつだったのよこいつ。なあ、フリーダムブックマンと呼ばれたのになアメリカでは。アメリカでは日本に来て日本の野球で監督の指示に従うようになってまったのかこいつ。マジかよ、日本のそういうのは良くないと思うよ。そうやって縛り上げるのは言うこと聞かないやつはね、全部ね、あれだから、干されるからね。え、投げた。わー、詰まっている。やはり、支持され中になっちゃった。支持され中、支持され中支持され中って珍しいですね自分から動かない男で言い方変えれば。おい、1点取りました。さあ、どうだ。誰だ誰だ、活躍したら誰だ。タシーロか。ブラーブじゃない、ブラーブ。ブラーブ。ブラーブ、竜崎です、やっぱり。ブラーブ、パワーヒッターついてブラーブ。ちなみにセカンドになりました。受けるよな、セカンドブラード、ブラボ。お任せきたランダムブックも。お、やってみるか。今、お前は自由になった。解き離れた。離れたってなんか違くないですか。解き放たれたじゃなくて。離れた。解き離れた。なんかどっか行っちゃったんだけど。さらばブックマン。第3球を投げた。見送ってその間ね、積極指示はしてるんですが。投球ランダムブックマン。外のボールだ。やってしまったー。なんか毎回こいつ変化するよな。あー怖い怖い。あー、ノーアウト2塁、これチャンス。さあ日本野球のセオリーはバババババントですが、そんなものはない。そんなもんないよ、たまにするけど。てか今回に限ってはバントが低い。見送って、まあ、流し打ちできねえか。まあ数値が少なくて、ね、あーダメだな。まあ数値が少なくてもボンダでいいって話ね。そう、とりあえず進塁だ。あ、いいんじゃない。あーノーツー、これはもう待って、パワーボール作戦でもいいな。待て、日本人の待つという心、逃げですけどね。でもこれがたまに功を成す時があるからな。さあ、あと3回ストライク取られない限りはね、あと2回マスター入れてこないだろう。外すよ、外すよ。投げました、5球目ストライク。打ちましょう。ボール球振るな。第6球は内角低め、空振り三振。よし、切り替えましょう。ここからですね、ミニマムの力を見せましょう。ミニマムは逆境対変化球。ミート C、パワー B、パワー B になったんだ。いいね。ミニマムか、いつで強振で変化球を狙い撃ち、ドン。いや、まさにそれだったんだけど。よかったんだけどね。ほら、出してくれよ。2本打ってます、ミニマム。第2球、投げました。おっとおっと、ブン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 。外国人スイングだから、もう当たれば飛ぶって感じ。当たらなければ飛ばない、ってか当たらない。次は4球目、投げました。ここで進塁だ。いや、意味ねえな。痛いなこれ。待てが不幸になってしまった。待てで、これはもう指示中、指示され中の方がいいから、ブックマン行きましょう。ブックマン流し打ちうまいよな。あと初球持ってるからね、狙ってますねこれ。さっきみたいにね、サードの、ね、後ろを叩くような。あー、落ちろー、落ちろ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 、ナイスだね。ナイスタシーロが、あ、スキップされました。おっと、これ、もしかして
ナイトでした。ナイトブラーボー。あれ今日2安打じゃないですか。どうしたブラーボー。バッターは1年生。なんかブラーボーってさ、なんかフランス語っぽくない？ブラーボブラーボ。そうそうそう。なんちゃらこんちゃらブラーボ。第9位わかんない。わかんなくなってる。セントリーのブラーボって言うやん。ナイトってどこさん？ナイトアメリカ人。ああ全員アメリカ人設定。アメリカ人。そうそう、なんか中国人入れてくださいっていう方も。第3球を。中国人趣旨が変わってくるな。あれあれ風いいぞ。あれあれあれ。サンマスさん。あれ誰か。あれあれ三人ならいけんさる。あれラッキー。普通に取られるかと思った。ナイスバッティング。地区大会か。バーターだって甲子園行ったことないんだから、まだ地区大会ってその極みのセリフだよ。それ行ったことないんです。とりあえず当てて。奇跡のポテンヒット投げた。インハイ際どい球なのか。でもノーツーでももう打つよ。奇跡のポテンヒットあるんだから。リバーターはよく投げた。ストレートアメリカ人に待ったはない。第3球はいいぞ。ピッチングだ。ほら案外2割1分じゃん。打てる打てる。調子悪いあのプロ野球選手ぐらい。あ、ポテンヒット。うわーないかー。あーナイスだよ。ブックマンから始まり、ナイト。ナイトの1点がでかいわ。リードを2点とし、さあここで頑張り時ですよ。お前絶対今の打ったやつ手絞れるから。なんか石村みてえな顔しやがってこいつ。いやー7三振してるんですね。強い強い。リバーターが強い。強いよこの男。第4球を投げた。投げ方にクセあり。高めのスローカーブ。まずここはね進塁打させてもいいから1点取るのが大事だと思います。これは1つ1つ1つ。あー怖い。サードでフィジャーチョイスするからね。ピンチが続きます。バッターは先制。取られても最悪しょうがない。2点リードしてますから。まあ、一番いいのは内野ゴロ三振、内野フライ、外野には飛ばさせないより。あっぶねえぞ今の球。高い高い。低め低め。しっかりしろナイト。投球これから2球目。流し打ち。オッケーオッケー。追い込んだよ。第3球を投げました。あー仕方ない。やられた。うえバカー。おひどいですね。最低最低。里崎さん、あーブラボーか。DM したろ。ちょっと今のプレー良くなくないっすかって。やばすぎる。インコース高め。絶対間に合わなかったよ今。ねえ絶対間に合わない今の。一つでええやんって。ああやばいよ。ミニオンの守備が悪い。危ない。やばいよやばいよこれ。どうしよう。なおもピンチが続きます。やっぱキャッチャーやれなかった腹いせじゃないんでしょうか。ひどいそれは。なんとかして抑えろ。ここでストレート速球にするという。さあここはゲッツーシフトをします。150キロだっけ。154キロでございます。154キロもあんの、はい、あ今か今ね。1球目空振りから第2球。いいぞ。でもフォークを連発する。さあここで内角低めにストレート見逃し三振。投げました。ナイスボール。それじゃないのか。今ストライクのさ三振ってやってなかった審判。投げました。うわあ怖い怖い怖い。見るなー大須賀。第5球大須賀投げた。よっしゃゲッツブラボ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 。おっと送球それた。ひどいよこの人本当に。本当に送球 B じゃなかった。3年生山部。え今日はここまで。やばいやばい見出してるぜこいつ。わお。あそうあれ送球 C だったっけ。送球 C だよ。でも B だと思ってたけど違かった。送球 C だけどやったよこれ。これちょっとどう責任取るんですか。辞任ですね。まあセカンドやらされてるからね。第9投げた。よし、しっかりベックマン。危ない危ない危ない取り方ですね。7回の表、まあ、まだ同点だし高校だし、まあどうにかなるよ。みんなでね、ブラーボのケツを吹くぞ。よっしゃブリ。ほらチャンスきました。チャンスじゃないけど一塁だけど。同点で迎える7回です。ナイスだね。一番出たかったね。バッターは3年生ミドギビクトリーズ。ダイソーでエベレスト盗塁でもいいね。ありだな。できるなら相手のピッチャーキャッチャー見てみましょうか。大江君送球 C の肩 D。 できそうだ。横溝のストレートが速くなければ143の、まあ変化球くれば全然大丈夫だね。これ動きましょうか。ナイスミニマム。エベレストそのまま外野入りましょう。ダイソー起用します。俺は山のように速いぜ。よく何が遅そそ何が言ってるかよく分かる。シャークの真似してみようかなと思って。よーしこれベレストナイス。あ来ましたブックマン。超ファイティングゴー。はいや。だんだんブックマンいくか。ミート任せ打法任せ大丈夫大丈夫。第2球投げた。自由の国出身だということをもう一度肝に銘じろ。自由の女神の隣で住んでる家。やったよー。最悪やった。おおラッキーモギさん。英語ロー英語ロー来た。一番信頼できる男。センス丸々。あ、魔物だ。ナイス使うか。地方球場の魔物も顔を覗かせそうな場面です。
ジョーズ魔物あるんだ。これラッキーだね。ロックしかないと思ったけど。初球でスイング。さあ当ててくれ。とりあえずバットに当てないと意味ないからな。横浜で勝つなんてね、やっぱね難しいらしい。やっぱ難しいんだ。でも大丈夫だよ、こいつらアメリカンベースボールで勝てる。そうだ、アメリカンベースボールで来るんだよ。ほら、ダーン。最悪だ。やべえこれ、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 やべえ。あー、それ。なおもチャンスが続きます。ただただシーロくんか。フォアボール、フォアボール。あ、揺さぶる、最高ですね。狙うか、強振引っ張り。出ちゃうか、タシールのフルスイング。第9、さすがにゲッツーはない。そのあたり、おーなーい。エゴロー、走れよ、サードランナー。いやー、今のはちょっと無理かもしれない。ショートのエラーです。あ、お祭りだ。みんなの特能だけはいいんだけど、さっきから特能だけは強いぞ、この回は。まあ、ズガドミはね、流し打ち、これ器用な打撃しますからね。第9、テクニックのズガドミですから、こう見ると。ララ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 ラ、いや、惜しいな。投げました、フルスイングズガドミ。テクニックのズガドミなんです、こう見えて。バットになってくれ。第3球は、もうまたかよ。またやん。もうエゴローさん、ただのいじめみたいになってるやん。でもこの今3回エラーしたけど、3回のうち1回は本当にエラーしました。そうだね、そうだね。だからまあまあそうなんじゃない。あ、来た、自分で決着けやー。自分で決着けー。ブラーも行くしかねえぜ。あれ、能力はチャンス A のパワーヒッター持ってるのか。あ、満了とか持ってる。いけ、センター返し、ドカンと一発。いいですね、ホームラン行こう。ブラーボホームラン、ブラーボ、ブラボーなブラーボホームランお願いします。そこだ。三振は絶対ダメ。追い込んで投げました。打ちました。一番ひどい。フィールドフライになりました。よりもひどい。そして今拾い直した。ひどい。これで2アウト。ダメですね。フルベース変わりません。アベレージヒットのギャラクシーか。熱血つけて。持ち前の熱血が力を発揮する。とりあえずまず点を取ろうって感じでいいんじゃないかな。点だけしか取ってないってありえないです。投げました。アウトコース低めストライク。相手3エラーしてるのに全部ライン、ハーフライナーだから。投球これから2球目。外野飛んでねえ。バッター追い込まれました。お前らのパワーそんなもんかよ。見せろよパワー。毎日プロテイン飲んできただろうが。ナイスナイス、よく見た。ブラーボーじゃない、間違えた、ギャラクシー。俺は、俺の心は宇宙よりも広いぜ。ギャラクシーだ。うわーうわー、これは流れやばいよ。が終わりまして4対3。なんとか勝ててる状態です。リバータウン次第。ギャラクシーそのままで大丈夫じゃない？エベレスだよね。あれ？あ、そうそう、エベレスだ、間違えた。抑えました。ナイスナイス。9回の守備あった。いよいよ最終回を迎えました。最終回ね、左バッターボックスはトップバッターの大江。スタミナ、出ないとこか。今日はここまで4打数2安打。守備かな。守備今言いましたよ、英語で。お前らちょっとしっかりシュート、特にセカンド。確かに。第9投げた。ナイスチェンジアップ。チェンジアップ120キロ。120球ちょっと怖いな。第2球投げた、直球ストライク。145キロ、ちょっと遅っ。軽く追い込んでまいりました。一撃あるぞこれ。第3球を来たら投げた、やばいか。大丈夫大丈夫。3割バッター1番か。ちょっと投げた、もう入ってんじゃねえのか。やばい、スタミナが不調だしな。ロックあるかもな。投げました、打った。これがナイス、ナイス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 。まずはアント、ナイトの力でどうにかなってる感じかな。そうだね。リバタンにもなんかね、こう三振を取らせる。やるか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 。やるやんない、さすがに。さすがにね、前世はプロ野球選手ですから。ひとみくんいい形してるね。下手に変化球持ってかれるよりも。投げました、初球120キロ、やばい。俺疲れてんな。ひとみくんの能力みたい、強い。うわどうする、明らかに疲れてる。10キロ下はやばい。合わんのかな。合わんの行こう。緊急登板持ってれば。リーバー降板。しかもこの能力が何かあれば。ここ守備位置に変わっています。違う、調子か。あれなんだ、あれか、お祭り男だ。なるほど。これボール先行ってないんだよね。臭いところも投げました。ああ取れる取れる。いやー勝てた、危ねー。魔物で勝てた、なんとか。なんとか取った、一手は守ったよ。危なかった、ほんと。さあ、あと何回戦ぐらいかな。4回戦、3回戦ぐらいじゃないか。もう3回戦だからね、これがね。あ、そうなんだっけ。あ、そうだそうだ。え、2回戦じゃね、これ。3回戦。あ、3回戦、2回戦だと思ってた。3回勝ちましたよ、もう夏大会。 D、D、C に勝った。おうおう、そうそう、 B 来るか。強豪リバータウン、エース。ここで対左が、なぜよ、これは。対左、いいわ、ちょっと。この先つらいな。
左バッターに打たれてたんか。次の相手でちょっと強そうだったらなんか本つけるのもありかな。 C です。なるほどね。